仲直りしたのか。よかったじゃないか。それなら時間の旅も必要なくなったか。選択にも迷いが見えるな。では少し時の旅に出ようか。少し離れた場所に出たようだな。たまにはこんなこともある。この先が目的地だ。先に行っているぞ。あ、ちょっと待ちなさいよ。もう人の話聞いてくれないわね。ねえハヤト、私もここ見覚えある。東京よね。雪が降ってる。今はいつなの？この病院の待合室だ。ちょうど検診を受けに来ているはずなんだが、年末で随分にぎわっているようだ。どこに？よしよし。かわいい。ハヤトのお母様、バルシア姉様に少し雰囲気が似てる。そうか。私はお前に似ていると思ったがな。それよりもあっちを見たらどうだ。あれが伊吹隼人。あのような幼い命に魔獣を託して地上界を救えなどと。おっと、言ったはずだぞ。この世界に干渉することはできない。お前たちにできるのは知ることだけだ。苦しそうな顔。これがバルシアと伊吹隼人との記念すべき出会いだ。ここからガンゴールを渡せないまま二十数年の月日の間、バルシアは隼人を観察し続けた。神の使命を忘れたわけではない。ただ葛藤していたのだろう。いつだったかな。隼人、お前がバルシアにガンゴールを渡された数年ほど前のことだ。それが契機だった。少し時間を進めるぞ。この辺りでいいだろう。今度はどこなの？慌てるな。もうやってくるだろう。姉様。どうした？追いかけないのか？私は先に行っているぞ。ハヤト、行くわよ。今日こそ渡すの。使命を果たさなければ私がここにいる意味がない。ルア、あなたは今も天界から私を見ていたりするのかしら。地上界からはあなたが見えないわ。押し付けるなんて、邪神たちとの命を懸けた戦いに引き込むなんて、神の意志が正しいと信じられない。神に疑問を抱く者よ、お前は天界に騙されているのだ。我らを滅しようとすれば地上界は破滅する。地上界の破滅？天界がそんなことを？嘘よ。お前は人
を滅ぼすために地上界に降ろされたのだ。人の最後を見届ける天使。そんな嘘よ。たかが人間ごときに神の知恵を与え、何ができる。我らは人を滅ぼしたりはしない。お前が守りたい者たちは生かしてやろう。さあ我が名を呼ぶのだ。ハヤト、死なせはしない。さあ我と契約を。誰にも、人間を、地上界を滅ぼさせたりはしない。そうだ、そのための力を求めよう。クチュルフフタグ。まあいいだろう。なんということだ、まずくはないですかな。あれは今の世界の始まりの鍵の一つだというに、邪神どもにそそのかされたのでは。君にはそう見えたかい。そうではないので。どうだろうね。だがこの結果もまた神の計画のうちだということだけだよ。それにあとは兄さんがうまくやってくれるさ。やっぱりバルシア姉様はあいつらにそそのかされたの。さてね、どちらにせよ彼女は自分の意思で打点した。そこにどんな思惑があろうとそれは間違いない。そしてそれはもう変えられない。君は選ぶ選ばざるに関係なく、すでに天界では打天使という認識のようで、残念な。なんかその辺納得いかないんだけど。そのうち弟にでも文句を言っておいてくれ。私はそういうことにあまり興味がない。だが私が興味があるとしたら、ハヤト、君がこれから選択だ。神の意志だ。それ以上でもそれ以下でもない。やれやれ、どうも逆に迷わせてしまったようだな。ではもう一人面白いやつに会わせてやるか。私もあの顔を見るのは久しぶりだ。私にとってはついさっきのことだが、君たちにとっては神話と言ってもいい時代のこと。ここは天界？いえ、何か違う。そうだな、確かに天界ではあるのだが、お前たちの世界では天使と悪魔が戦っていたが、ここでは無数の天使と打天使たちが天界に反旗を翻したのだ。実は私も打天使となって戦っていた。ほら、この先だ。ハヤト、お前と同じ選ばれし先民がいる。話を聞いてみたらどうだ。今はちょうど休んでいるようだが、急がないとあいつはすぐに動き出すぞ。こんな場所に誰だい。敵ではないようだが。多分あなたのことよね。ルシフェルが会えと言った先民って。君たちはルシフェルの知り合いか。では名乗っておいた方が良さそうだ。私はイーノックという緑黄色の冠。不思議な色だね。私はルアよ。ほらハヤト、聞きたいことあるんでしょ。ルアとハヤトか、いい名前だ。
歩きながらでいいなら話を聞くよ。立ち止まっているほどの時間はないんだ。だがついてきたら私の戦いに巻き込まれることになる。それだ、いいかい。それで私にどんな用があるのかな。私に答えられることであればいいんだが。まさかハヤト、君は人間なのか。そのようだね。ハヤトには人の心の光を感じるよ。それにしてもここで人間に会えるとは思わなかった。ハヤトは戦士なのか。あなたと同じ戦民よ。今まで地上界でずっと戦ってきた。地上界でハヤトも戦民だったのか。だとすれば不思議だな。目に迷いが見える。私はただ信じる者のため、ルシフェルの理想のために戦った。単純すぎるかい。だがそれでいい。答えとは単純なものさ。イーノック、来たようだな。兄さんはどうしたんだ。その必要はない。私が相手だ。おや、そこの彼は人間のように見えるが仲間なのか。ハヤトという名だそうだ。私と同じ先民だ。相手として不足はないだ。同じ時代に先民が二人。どうも兄さんが何かやらかしたようだね。ハヤト、心に思いがあればただ行いをすれば、良いも悪いも考える必要はない。それはたとえ神に逆らうことだろうと、自分が信じた自由を見つければそうは考えるはず。君は自分を信じてみればいい。そこに本当の自分もいるはずだ。ここは私が背負った業の道。君は違う道を見つけなければ、きっと見つかるはずだ。自らを信じ、心の自由を手にする。言うよ、相手になる。ハヤトだったか。私と戦うのならばそれも運命だろう。力の限りを尽くせ。私もまたそれに応えよう。